はい、おはよう。今日はコロだ。これはビクトリノックスに限りなく似ているけど違う。そっくりなんだよ。でも違うんだよ。コピー品だろう。これな、汚ねえな、これな。俺の手の方が汚ねえな。汚ねえ、取れねえ。俺じゃダメだよ。こっちな。よし。これピントが合わねえな。ピントが合いません。ピントが合いません。ステンレススチール、チャイナーって書いてある。それ以外は書いてないね。歯は、うん、切れねえ。うん、切れねえ。爪ヤスリはいいんだよ、これ。ここにもあるんだよな、これ、ヤスリ。これはいいんだよ。ハサミはどうだ。ハサミは、まあまあかな。そして、そのピントが合わなくなっちゃうな。これ、ピンセットがついてるね。けど、これは閉じたままだね。直さなくちゃ。使えねえな、これは。使えねえよ、これは。相当昔のやつだよ、でもこれ。ビニール袋で山盛りあったん。やっと友達に配ったのに、いらないっていうのよ。持っていけっつって。やっとここまで減ったんで。ものすごい量あったんだよ、これ。50個ぐらい。ピントが合わねえな。まあいいや、こういうのは。これはペラペラだよ、ペラペラ。ペラペラ。今の中国製のナイフはさ、技術がすごいじゃん。かなり精密になってきてね。ほんとすごい。あ、そっくりだ。これ、比べてみましょう。これ本物な。ボロボロだよ。汚いけど。使ってっかな。うん。これは、とに減ってる。ああ、ヤスリの、この目が違うんだな。ヤスリ目がビクトリノックスとあれはこれハサミが硬くて動かねえんだもう。うん、閉じたきり開かねえし俺のここは割れてるしな。だいたいこれピンセットなくしちゃうんだよな、みんな。ピンセットか爪楊枝なくしちゃうんだよ。今別で売ってるからね、ピンセットと爪楊枝は。なくしても大事に使うといいよ。ちょっとこれもうダメだなこれが使えねえんだよ案外。切れねえし、爪ヤスリは使える。ハサミもいいな。切れねえかっていうの気するな。ピンセットはこれダメだな、全然流用できねえ。だってこれ閉じたきりだもん、もう。このバネが違うよ。開けばいいの。俺閉じたままになっちゃったもん。全然、あ、使えるのかな、使う気になれば。多分無理だな。どうしようね、こんないっぱいあってもしょうがねえじゃん。誰か欲しい人いたらやるよ、これ全部。
参考に2個ぐらいだけ残せばいいんじゃね。そして、これアルミじゃないんだ。ハンドルケース。おり、こっちのピンセットはこれ、いい感じじゃね。バネ効いてるよ、これ。当たり外れがあるんだな。これはいいな。どこのだ？落ちたのか？これね、アルミなんで。アルミじゃねえや。プラスチックケースだと思ったな。こんな感じ。プラスチックだね。だから、つけば、外れるんだよな。どっか外れてるのあった。これだ。接着剤で止めてあるんだ、これ。接着剤で。こうか。ん？ここに、ピタッと、あるんだよ。よし、入った。なあ、これどうしような、こんなにいっぱいあってもしょうがねえこれ。ああ。これは違うやつだけどな。リサイクルショップに売ってんだよな、これ。光っちゃって見えないかな。中古だ、これ、中古。ん？目が悪くて見えないよ。メガネが必要ですね。ここ1年で本当に目が悪くなって。目のピントが合わないんだな。レーシック手術でもしたいわ。ターミネーターみてえに暗くても電気つけなくてもよ。見える目が欲しいよな。かなり夜目見える方なんだけど。釣り行っても偏光グラスいらねえほどだと。見えんだけどな。でもあった方がいいな。釣りん時の偏光グラスは。サイトマスターのど高いやつとか、ダムのディープ10メートル以上とか余裕で見えんもん。風吹いてたって。いいな、スポーニング時はかなりあれで撮っちって。ディープサイト？まあ、スポーニング時はバスいじめちゃダメなんだけどな。見えるから撮っちゃえな。ディープサイトフィッシングとか、サイトフィッシング得意で。ハードルアーでやんだぞ。ハードルアーで。これはいいな。あぶね、これ切れんだよ。まあ。あれ、比べたっけ？一個開いて。コピー品だね。コピー品。しかもこっち相当昔ので、何十年前だろうね。直せば使えるわね 直せば。当たり外れがあるから。これはいいようだよね。閉じた時のあれは。切れるようにしたり。もうこれ抜けそうになって、入んねえし。入った。緩い。これはなくしちゃうな。なくしちゃうね。まあ、どうでもいい使い方するときだな。てか、これやるよ、誰かに。みんな近所ならこんなん、いくらでもあげるよ。どうしましょう、こんなに。ね。みんなもらわねえよな、こういうの。使いもんなんねえもん。これもねえし。あれ？ケースなかったぞな、これな。さっき一個くっつけたもん。あった。また取れちった、これ。ああ、こうか。まあ、ビクトリノックスのコピー品。かつてはこういうのもあったと。これが買い物袋で山盛りあったの。なんか、来る人に、なんか10個ぐらいずつあげてたんだよね。
こんなにいっぱい使い切れないよ、ボロクソだから、いっぱい持っていけとかっつって。すぐダメになるからな、っつって。使ってんのかな、みんな。直しながら使ってる人もいるだろう。鍋くんとかな。釣りん時。ダメだ、これ取れちゃった。昔釣りん時に結構あげた、ナイフ。つまんねえの一本しか持ってねえんだもんよ。熊とか出るところでよ。ビクトリノックスのなんか一本だけ出るやつ。折りたたみ一本でやってるつ。怖えよ。鈴もつけねえでよ。山蛭がいっぱい入ってくんだってよ。体の中によ。よし、今日これで終わり。参考にならなかったんで。どうしましょう。